どうも、歯医者の野上です。花粉症の方って多いですよね。日本人の3から4人に1人は悩んでるっていう、いわゆる国民病になってるんですね。花粉症で鼻が詰まってくると、どうしてもドライマウスになって、そして唾液の分泌が悪くなって、虫歯とか歯周病になったりする人もいます。今回はこの花粉症についていろいろ喋っていきたいと思います。花粉症なんですけど、一応医学用語で言うと季節性アレルギー性鼻炎というふうに言います。で、この名前に沿って花粉症っていうのがどういうものなのかっていう話をね、少ししていきたいと思います。まず季節性ということなんで、いわゆる花粉が舞う季節ありますよね。ヒノキとか杉の花粉が舞う季節に起こるってことですよね。でアレルギー性ですから、アレルギーなわけですよね。アレルギーって何かというと、自分の体にとって敵だと思うのが来たら、それを免疫でこう排除しようとするのがこの免疫反応、それを異常にきたしているのがアレルギーという状態ですね。つまり花粉症っていうのは季節性アレルギーなわけですから、要は花粉っていうのを自分の敵だとみなして、そして攻撃していって過剰に反応していく、アレルギー性疾患の一つだというふうな感じですね。そしてさらに鼻炎というふうになっていますから、鼻の粘膜の炎症に関わっているってことですね。結局この症状として鼻炎ですから、鼻の三大症状ですよね。くしゃみ、鼻水、鼻づまりっていう症状が起こってくるというふうな病名になっているってことなんで、まとめてみると、要は花粉に対する免疫反応の過剰な異常によって起こる、鼻の粘膜に起こる、炎症性疾患というような感じが花粉症と言われているやつなわけですね。じゃあどんなふうなメカニズムで花粉症が起こってくるのかっていうのを3段階に分けてちょっと喋っていきたいと思います。まず1段階目はこの感作っていう状態が起こるんですね。これは何かというと、例えばこの先ほど言いましたように、花粉っていう同じ花粉が何度も、その季節に舞ってくるわけですよ。そうするとこれを敵だと認識します。で、自分の体に有害な敵、これを抗原って言うんですけど、抗原を、この花粉を抗原として認識するんです。これは免疫細胞の、実は B 細胞っていうのが認識するんですね。そして認識して何をするかというと、その敵に対する要は攻撃の武器を作るんです。それを抗体と言います。で、抗体を作るんです。で、この花粉に対する抗体の名前を IgE 抗体というふうに言います。で、この IgE 抗体という抗体は、実はこの免疫細胞の一種の肥満細胞の表面にこうつくんですね。これは何をしているかというと、次に抗原がいつ来てもいいように、この IgE 抗体と肥満細胞のセットで待機しているという状態を作っているわけです。これを感作と言います。この時点ではまだアレルギー症状は起こってないわけですね。これが感作の状態です。で、この状態で次にまた花粉が来ますよね。で、抗原、つまり敵として認識してますから、今度はもう準備してますよね。この状態で準備してますから、この肥満細胞にくっついたこの IgE 抗体がこれごとこの抗原にくっつくんですね。そうするとどういう現象が起こるかというと、先ほど言いました IgE 抗体が産生されて肥満細胞と結合して、そしてこの肥満細胞と結合したや否や、今度放出、これヒスタミンというのを放出します。ここで言うと、このヒスタミンというのが肥満細胞の中に入ってたんですけども、IgE 抗体が抗原と結合した時に情報が伝わって、このヒスタミンが出ていきます。これを脱顆粒と言いますね。この脱顆粒という第2段階に進んでいきます。で、このヒスタミンが僕らのこの神経とか、それから血管っていうところの受容体と結合することによって、くしゃみとか鼻づまりとか、そういったようないわゆる症状になっていくと、これがアレルギー症状の発症になるわけですね。
でここで終わればまだマシなんですけど、実は花粉症って結構続きますよね。それはなぜかというと、第2段階から第3段階に進んでいくんですね。どういうことかというと、このヒスタミンと受容体が結合したことが引き金に、実は好酸球みたいな、いわゆる炎症性細胞がこのどんどん鼻の粘膜のところに来るわけですね。そうしたことで炎症が発生して、まあ、要は鼻粘膜が腫れてきて、炎症がさらにひどくなっていくということで、季節性アレルギー性鼻炎という症状として現れてくるという、こういう風な流れになっているということが、まあ、花粉症の全体のメカニズムだということです。で、この3つの段階に分かれているんですけど、これを、まあ、一般的には対症療法ですね、薬で抑えようっていうのが割とずっと来てるんですね。例えば、よく使われるステロイド剤、これはこの炎症という第3段階まで来たものを沈めようとする薬ですね。それよりもうちょっと上流で、除去しようと思うとこれですね、抗ヒスタミン剤、よく使われてますけど、これはヒスタミンが受容体と結合するのをブロックするということで症状の緩和を図るという方法ですね。で、抗アレルギー剤、これもよく使われてますけど、これはさらに上流で肥満細胞がヒスタミンを放出するところをブロックするという形なので、これ上流になればなるほど、実はこのアレルギーっていうのを幅広くブロックするというふうに言われている。ただどれも全部対症療法なんですよね。本当であれば、要は根本的な解決が望ましいわけですよね。って考えた時に、じゃあ根本的な解決をするにはどうしたらいいのかっていう改善方法っていうのの概略をね、次にちょっと喋っていきたいと思います。改善方法なんですけど、まず一番最初に見てほしいのは、何といっても抗原を減らすということなんですね。先ほども言いましたように、季節性アレルギー性鼻炎ですから、季節性、つまり花粉の季節とか場所によって起こるということなんで、まあ、要は花粉というのは戦後の、ね、まあ、政策で、要は花粉、まあ、要は杉をたくさん植えたんですよね。だから本来であればそれを伐採していくというのが本当は正しいかもしれないんですけど、そういうわけにいかないですよね。でかといって杉花粉があんまりない沖縄とか、北海道に移住するっていうのもなかなか難しいですよね。って見た時に、まあ、一般的に言うとマスクをするであるとか、それから家の中に空気清浄機を置くみたいな形で、まあ、抗原対策をしてみるというのが、まずは一番やってほしいことの一つ目ですね。で、二つ目としては炎症対策に取り組んでほしいんですよね。つまり鼻炎と書いてるように、要は鼻の炎症が起こっているわけですから、この炎症対策をしておくっていうのがまずは大事です。炎症対策をしっかりしておくと、要はアレルギーの増大が防げるんですね。第3段階以降にいかないようになるから、っていうことを考えたときに、まあ、どうすればいいのかっていうと、内臓脂肪を減らすことであるとか、油の質を変えることであるとか、あと最近ではビタミン D を積極的に補給していくっていうのも言われるようになりましたね。まあ、ビタミン D がどんな作用があるかっていうのは以前の動画でも喋ってますので、またそれを参考にしていただいたらいいなというふうに思います。そうした炎症対策ってことですよね。で、3番目、これ結構大事なんですけど、口呼吸をやめる、それから粘膜を強化する、これすごく大事です。先ほど言いましたように、鼻粘膜の炎症が起こっているわけですから、この鼻粘膜を強化していくっていうことが実はすごく大事になってくるんですが、口呼吸、呼吸というのは基本的に鼻でしないといけないんですけど、意外に口呼吸の人多いんですね。で、口呼吸をしていくと鼻の機能が衰えていくということが知られてますから、そういう意味でも鼻粘膜を守るためにも口呼吸はやめていただきたい。そして鼻の粘膜を強くしておく必要があるので、この鼻粘膜を強くする栄養素、これをしっかりとっていただきたいっていうようなことがありますので、またこれはね、詳しくしゃべります。これが3番目です。で、なんといっても4番目、これは腸内環境を整えるなんですよね。鼻粘膜の炎症が起こっているのに腸内環境ってどう関係があるのかっていうふうに思いがちですが、季節性アレルギー性鼻炎なんで、実はアレルギーというのが根本にあるんです。つまり免疫異常というのがベースにあるので、根本的にはこの免疫異常を改善しないと根本解決にならないんですよね。じゃあ
この免疫に司る細胞っていうのがどこに一番いるかというと、実は6割から7割が腸に集中してるんですよね。ということは腸内環境をしっかり整えることが免疫細胞を生かすことになるので、正しい免疫が行われることになるから免疫異常が防げる、そして花粉症の予防にもなっていくというふうな順番なんで、実は腸内環境を整えるっていうのは根本的には非常に大事なことになってくるというふうなわけです。どうすればいいかというと、善玉菌を増やすことであるとか、腸のしっかり掃除をする必要がありますので、食物繊維を摂るとか、そういった対策が考えられます。今回概略的に喋らせてもらったんですけど、この詳しい説明に関しては今後の動画でね、順番にきっちり喋っていきますので、またそちらの方をゆっくり見ていただいたらいいなというふうに思います。で、そういったような根本解決ももちろん大事なんですけど、皆さんが薬に頼ってるということは、やっぱり症状を早く緩和していきたいんですよね。最後に症状を緩和する方法として、薬以外の方法ですよね。このハーブを使った方法についてちょっと説明していきたいと思います。3番として書いたんですけど、これピカオプレートというのの症状緩和、これが僕はおすすめしてるんですけど、このピカオプレートってそもそもなんだろうってことなんですよね。これは南米などの熱帯地域で自生しているハーブがあるんですね。でこのハーブというのは昔からアマゾンの先住民の人たちが実は治療でずっと使ってたような、いわゆるハーブ、薬草なわけですよ。で近年このハーブが、いろんな作用があるということが分かってきたんですね。例えば抗炎症作用とか、いろんな作用があることが分かってきたので、それを応用しようということですね。で、いろんな研究があるんですけど、ピカオプレートにこのシナモンとかアセロラっていうハーブを足してこのブレンドすると、どこにちゃんと、ブロックするかというと、このピカオプレートアルファって書いてあるここですね。なんとIgE 抗体の産生自体をブロックしていくということが分かってきているわけです。これ一番上流でブロックしてますから、アレルギー反応を抑制するとしてはなかなかいいんですよね。さらにこのピカオプレと、それからシナモン、アセロラのブレンドをしていくことによって、この3種類をブレンドすると、このヒスタミンの放出がね、単なるピカオプレートよりも放出がさらに抑制できるという報告がありますから、やっぱりこのブレンドがいいんじゃないかなというふうに思うんですね。こういうふうに、割とこの上流で、ブロックしてますから、よくある市販のいわゆるこう薬ですよね、そういったようなものよりは、幅広くこのアレルギー反応に対応できるんじゃないかなというふうに思うので、症状緩和として考えたときに、そういうのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんの参考にしていただければというふうに思います。今回は花粉症というのはそもそもどういうメカニズムで起こってくるのか、また症状緩和にはこんなハーブがあるよという話をしましたので、皆さんの参考に、していただければと思います。でこれからはこの花粉症の対策としてまたいろいろ喋っていきますので、皆さんの健康増進の、参考になればというふうに思います。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。